まずはサンズを逃がすとどうなるか。見逃したらこれ G ルート無理にならないよね、多分これ。多分いけるよ、逃がしてみるか。これを逃がしてくれるのか。そうか、やっとか。ありがとな、決心してくれてさ。辛いだろ、これまで積み重ねてきたものを全部無駄にするなんてさ。でもこのことは俺が無駄にはしないぜ。さあこっちへ来いよ。なにー、なんだよと。こうなります。この絶対にプレイヤーが絶命するサンズの最強攻撃ですが、これをチートで HP を増やしたら乗り切れるのか。それではやってみます。うん、結構時間あるよね、死ぬので。連打したら耐えられるんちゃうこれ。ほら、ほら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 。え、サンズ。お、え、あ、お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 、終わったわるのこれ。え、サンズ、サンズ、サンズ、サン、な、怖いわ、サンズ、なんか。サンズ、あれ、こっから、ブワーって、なんかなりそうで怖いわ。この状態からいきなりこう、ブラクラみたいなのが来そうで怖いわ。あ、これがスペシャル攻撃か。あれ、サンズ、これ、あ、なるほど、サンズ、こっちが本間のスペシャル攻撃か。なるほどね。じゃあ、あえてやっぱ手加減してくれてた。やっぱサンズ。早く寝ろやと。そうやな、早く寝ろやと思うけど、全然寝えへんっていうね。絶対寝えへんやん、こいつ。いやー強かったね、サンズ。本物のスペシャル攻撃見せてもらったわ。ある小ネタのために P ルートを50回クリアしている最中に判明したんですが、なんとこの迷える魂の復活シーン、とんでもない量の隠しセリフがあったんですよね。あまりにも検証がきつかったので人間の声が入ってないですが、ご容赦ください。まずはアンダイン、レシピやホホエムを選んだ場合は迷える魂の記憶が一気に蘇るとメッセージが出るのみですが、体当たりを選んだ場合ではなんとこの闘志の持ち主を思い出したという復活セリフが出ます。さらに殴るふりを選んだ場合では、そうだこの戦い方はというメッセージが出ます。信じられない作り込みですよね。ほとんどのプレイヤーはここ1回しかクリアしないと思いますが、そこにすら隠しセリフがあるとはヤバすぎます。そしてアルフィーでは励ますを選ぶと、そうだ思い出したという文が追加されます。励ます以外では隠しメッセージは出ません。あそこまで熱かったオタク話を持ちかけても隠しメッセージがないところに愛を感じますよね。続いてサンズとパピルスですが、2人組になると隠しメッセージが出る条件が変わります。この法則に気づくまで何十回もかかりましたね。実際ではまずサンズで休憩するを選んだ場合から見ていきます。迷える魂はおもむろにうなずいた、休憩を取るようだと出ます。さすがサンズ、隠しセリフも気合入ってる。続いてクロスワードを選んだ場合、迷える魂はそれは紛れもない事実だと言わんばかりにうなずいたと出ます。この場面であの時は否定したパピルスへのこのメッセージ、これ見つけた時は本当に泣きそうになりました。次に審判を選んだ場合、迷える魂はおもむろにうなずいたと出ます。絵が浮かんできますね、ほんとサンズ大好き。そしてパピルス、ダジャレを選ぶと寒いダジャレを聞いてが追加、寒さで思い出すんですね。侮辱するを選ぶとなぜかテレクサソーダが追加、あの曲解で思い出します。最後の最後まで可愛いなパピルス。さらにパピルスにのみ話しかけた場合、記憶を取り戻した後に弟が救われたのを見て兄の魂も記憶が蘇ったと追加されます。同じくサンズのみに話しかけると、兄が救われたのを見て弟の魂の記憶が蘇ったと追加されます。話しかけてないことにまで配慮されるの本当にヤバすぎでしょ。アズゴアトリエルではどちらも話すのみ隠しセリフがあります。そしてアズゴアトリエルともに感情が湧き上がったという隠しメッセージが出ます。さすが夫婦というところでしょうか。隠し設定まで同じになるとは細かすぎる。トビーさんの夫婦感が見えてきますよね。トリエルのみに話しかけた場合は、彼女が思い出すのを見てもう一人の魂も必死に記憶をたどったと出て、アズゴアにだけ話しかけると彼が救われるのを見てもう一人の魂の記憶も蘇ったと出ます。ちなみにどちらかに話しかけた時はどの選択肢でもこのメッセージになります。こんなところにまでここまでの作り込みがあるとは皆さん想像できましたか。アズリエルの攻撃をチートで耐えるとどうなるのか見ていきます。この感動のシーンでチート使うやつおるかっていうことなんですけれども、アンダーテルの小ネタ実況者としてはこの検証をやらざるを得ないと。あ、ここね、はい、行きますよ、ここです。あ、来ました、ここで。僕に勝たせてよ。はい、来ましたけれども勝たせないと。やめろって、ちょっと意味合いが変わってきてますけど、あー HP バーはめちゃくちゃあるけど、数字自体はなんか変わってないというか、映像に矛盾が起きてます。これどうなるのこれ。西田、うん、ごめん、チート使ってるからなんかへこんでるみたいになってきた。すごく怖いよ西田。確かにこれは怖いかもしれん。あ、エラー出た。それではご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録して他の動画を見ていってください。また Twitter や Discord、Twitch で生放送もしておりますので、この動画の説明欄から飛んできていただけると嬉しいです。それではまた。